今みんなで相談したんじゃが、あんた方すぐこの宿場から出て行ってもらいたいんじゃ。それ、ちょっとビリビリ、お前さんがなさい、こんなけだ、こんなことにならなかったんだ。帰ってくれ。お前たちが来るまでは、このフランスは静かで、何の心配も嫌がらせんで。待て。俺たちのせいじゃねえだろう。いや、お前たちのせいだろ。お前たちがいるから奴ら襲ってくるんだ。そうだよ。わしたちには何の関わりもないことだ。それなのにブラスの者が、何の罪もないブラスの者が殺されたり、鉄砲玉を撃ち込まれたり、もうこれ以上の災難はごめんだ。たった今出てきてくれ。素晴らしい。さっさと出ていけ。ギリギリ。わかった。私がこれを持って出ていけ。待って、お兄ちゃん。お侍さんがまだ歩けないこと、おじいちゃんだって知ってるでしょ。おたみ。そんなのひどい。しかしな、おたみ。いいえ、村の人たちが殺されたり、死んじったりしたのは、この方のせいじゃないわ。悪いのはあいつらじゃないの。誰だな、おたみちゃん。お願い、この人を追い出したら、ねってことと同じことじゃないの。ね、そんなことでいいの。それこそ人殺しじゃないの。ね、おじいちゃん。ね、せめてみたい。やつ、きっとまた襲ってくる。この時は一体、誰が俺たちのことを守ってくれるんだよ。そうだよ、野党の言う通りだ。あたんだけは、お前の争いことだって関係ねえだ。出てくるの。出てくれ。いや、私が出てくる。待て。あんた方の言うことはよく分かった。しかし今、おたみさんの言う通り、この男は歩ける状態ではない。無理に歩けば、敵に襲われなくても命を失う。どうだろう。万一敵が襲ってきたら、俺たちがこのクラスを守ろうじゃないか。そうですよ。なに、この人たちはね、私が雇った用心棒ですからね。もうこうなったらね、カエルの空に飛んでるんですよ。矢でも鉄砲でも持ってこいって言うんですよ。心配いりませんよ。聞こえた。聞こえた。聞こえた。